こんにちは、エルバスファームです。今日はちょっと変わった植物トリコディアデマブルボスムをご紹介したいと思います。タイトルにもあったように天然の盆栽と呼ばれる独特なフォルムとその見た目が人気のコーデックスになります。比較的安価に手に入る上に丈夫で育てやすく、コーデックス初心者の方でも簡単に育てられるおすすめの植物です。今日はそんなトリコディアデマブルボスムの魅力や特徴、そして育て方をご紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。ではまずはトリコディアデマブルボスムの基本データをご紹介します。トリコディアデマブルボスムはリトープスやコノフィスムと同じ浜水中でメセンの仲間になります。小型のコーデックスで成長しても30センチ程度にまでしか成長しません。葉は多肉質で小さな葉を多くつけ、葉の先端には白いトゲがつくのが特徴です。開花期にはメセンの仲間らしい鮮やかなバイオレットカラーの花を咲かせます。種小名のブルボスムはバルブの球根から来ており、和名ではヒメベニコマスという盆栽テイストな可愛い名前が付けられています。実際その盆栽風の見た目から英名ではアフリカン盆栽の名で親しまれています。トリコディアデマの仲間は50種ほどあると言われ、南アフリカの広い地域に分布しています。その中でこのブルボスムは東ケープ州ポートエリザベスの砂礫や干木の一帯に生息しているようです。続いてトリコディアデマブルボスムの魅力についてお話したいと思います。トリコディアデマブルボスムは成長するにつれて背景が肥大する人気のコーデックスの仲間です。成長すると幹や枝、根が太くなり味わいのある形へと成長していきます。個体ごとに異なった樹形をしていますので、自分好みの形を探すのも面白いと思います。個人的にはこのユニークな株姿が人気の観葉植物ガジュマルに似ているなと思っています。ガジュマルもそうですが、サイズが小さくてもその見た目から存在感があり、見ていて飽きませんし、一つ置くだけでもインパクトのある植物だと思います。また、天然の盆栽と呼ばれるほど盆栽のような見た目に人気があります。ただ、盆栽のように手入れをしなくても勝手に盆栽風の形になっていくので、和テイストの植物をお探しの方にもおすすめです。盆栽鉢や陶器鉢などと合わせればよりブルボスムの魅力が引き立つのかなと思います。栽培も容易で比較的耐陰性もあり、暑さ寒さにも強い丈夫な植物なので、コーデックス初心者の方にもおすすめできる植物です。続いて簡単にトリコディアデマブルボスムの育て方についてお話しします。コーデックスの中でも寒さに強く、置き場所にもさほど困らない丈夫で育てやすい植物です。そのためコーデックスは初めてという方でも安心して育てられると思います。では簡単に育て方のポイントをご紹介していきます。まず置き場所です。基本的には明るい場所を好みますが、屋外では半日陰の場所が適しています。自生地では開根部分は埋まっていますので、あまり強い日差しをガンガン当てると調子を崩します。室内では明るい窓辺が適しています。比較的耐陰性もありますが、あまり暗い場所で管理していると間延びして格好悪い形になってしまいます。また風通しも大事なので、室内で育てる場合はサーキュレーターなどの風が当たるように調整します。寒さには強いので、冬場でも氷点下にならずに霜や雪などに当てなければ屋外での管理も可能です。続いて水やりについてです。トリコディアデマは冬型の植物で、
秋から春にかけて成長します。秋から春にかけては鉢土が乾いてからたっぷりと与え、休眠期の夏は月に数回土を軽く湿らす程度にして断水気味に管理します。自生地では砂礫や灌木地帯で生育していますので、常にジメジメと湿ったような状態を嫌うので、土は乾燥しやすい多肉植物用の土がおすすめです。今回は天然の盆栽として親しまれているトリコディアデマブルボスムをご紹介しました。独特なフォルムと鮮やかな花も楽しめ、また栽培も容易なので、これからコーデックスにチャレンジしてみたいと思う方におすすめです。多肉の専門店やネットショップなどで見つかりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ではこの動画が参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。